デイドリームリグレットガール君のもので溢れてる部屋で今朝も目覚めて黄色い歯ブラシ見つめながら歯を磨くああそっかああそうか, <laughs> そうか もう全部夢じゃなかったんだ。今日はもう休んでしまおうって、また布団に入る。枕には、まだ君の髪の匂いが優しかった。夢ならいいのにと、唱えても眠れず、昼が過ぎてた。 一人の時間も君のことばかりで、二人みたいだって苦笑い。明日が怖い。こういう弱気なところも不安にさせたんだね。二人を繋ぐ赤い糸がちぎれてしまう音が聞こえた。 新しい誰かに出会うためのものに変わっていく気がした。二人の時間は色褪せていく。それでも、さよなら。何度も開いたホーム画面に通知はなくて、何を期待してんだ。受け止めきれない現実と、 昼ご飯の味はしない。喉を通らない。最後の君の言葉をずっと噛み締めているから。深い夜と滲む月明かり。繋いだ手を忘れてしまったのかい欠けてゆく月と共に君の気持ちも かけていってしまったのかい嫌いになったわけじゃないんだよ。どうして、さよなら。悪い夢なら早く覚めて、僕の元からいなくならないで。明けそうにない夜だから、もうずっと、そばにいて。 僕の知らない誰かと同じ右手をつなぐとか、僕の知らない誰かと同じキスをするとか、僕の知らない誰かと迎える初めての夜とか、僕の知らない誰かと下の名前で呼び合うとか、僕の知らない誰かとくだらない喧嘩するとか、僕の知らない誰かのつまらない冗談で笑うとか、 僕の知らない誰かのどうでもいい愚痴を聞くとか僕の知らない誰かのために日々を過ごすとか僕の知らない誰かにもらったものを身につけるとか僕の知らない誰かと僕と行った場所に行くとか僕の知らない誰かに君の弱さを見せるとか僕の知らない誰かに僕より 大切にされるとか。僕の知らない誰かに、僕の知らない君を、見せないで。